りんごんがとっても大好きなどけヘビが青森県弘前市から旬のりんご情報をお届けする弘前リンゴ2期版今回は番外編としまして、えー、弘前からではなく八戸からお届けしたいと思います。今日のりんごは秋映えというりんごなんですけれどもこちらなんかね秋に生えるっていう名にふさわしく濃い赤い色なんですよね。 このリンゴ毒蛇初めて見たんですけれども調べてみたところですね長野で主に作られているリンゴのようなんですね青森県ではなかなか見ることがないですよね9割以上が長野で生産されているようですはいたまたま八戸のスーパーで見つけて買ったんですけれどもねでねで調べたらこのリンゴはちょっと小さめだったんですけど 結構富士ぐらいの普通のサイズのリンゴが一般的な感じですね秋葉えもねはいかじってみました皮は濃い赤色なんですけど中身は真っ白と黄色の中間ぐらいそうですねちょっと黄みがかった色ででねお味の方はですねうん甘い甘い感じです蜜入ってますもんねちょっと そしてね身はね非常に硬いんですよねなんかもうパチッとした感じですねもうパリッていうかもうパシッとこうパコンと割れる感じですねうんかなり硬めの、えー、身が本当に何だろうねサクサクとかじゃないですよね本当になにか硬いです硬めのりんごですね かなり固めのリンゴでそしてかなり甘めのでですでもすっごいただ甘いっていうわけじゃなくて酸味もちょっとあってうん硬いのが好きな毒ヘビとしては嫌いじゃないですね初めて食べましたけれども美味しいですね美味しいなと思いながら食べましたで皮を剥いてね食べてみたりもしたんですけどこれはね身も硬いですしこう皮と一緒に食べてもあの食感も 変わりませんしお味もね皮と身の間が非常にね味がしっかり甘くて美味しくてこれもね皮ごと是非ね食べるのを推奨したいところですね初めて食べましたけれどもこちらの秋葉絵なかなか美味しいですね珍しいりんごなんでねちょっと青森県で見ること少ないかもしれないですけれどももし見たら皆さんも食べてみてはいかがでしょうかあちなみにですけどえっと 長野の「りんご三兄弟」と呼ばれていて、えっと、この秋葉江と「品のゴールド」と「品のスイート」この3つで「りんご三兄弟」と呼ばれているようです。はいそんなわけで今回は秋葉江を、えー、レポートいたしました。ではまた